西名古屋火力発電所は愛知県天群郡飛島村東浜3の5にあるジェラの天然ガス火力発電所。1970年に中部電力の石油火力発電所として1号機が運転を開始6号機までが建設された。2010年9月14日に既存設備を廃止したか効率天然ガス滝コンバインドサイクル発電方式を採用した7号系列を 建設する更新計画が発表された。7号系列はガスタービン3台と蒸気タービン1台にそれぞれ発電機が連結する排熱回収多軸型1、摂氏600度級コンバインドサイクル発電方式を採用し、世界最高水準の熱効率62%以上を実現する。等発電所で使用する天然ガスを輸送するため、 下台に火力発電所から東発電所まで伸びる延長 4.6km の海底トンネルが建設され、その中にパイプラインが付設された。2014年1月30日に着工、2017年9月29日に7から1号が、2018年3月30日に7から2号が運転を開始した。 2018年3月には発電設備の7から1号が世界最高効率のコンバインドサイクル発電設備としてギネス世界記録に認定された。2019年4月、中部電力からジェラに承継された。かつて名古屋一を誇った高さ230メートルの煙突。ありがとうございます。